31日の投開票が決まった衆議院選挙において、奈良県では奈良1区の選挙区で野党共闘の成立が決まりました。我が党の谷川和弘1区候補は立候補を取り下げ、馬淵澄夫立憲民主党の1区候補に候補者を一本化するということで決定いたしました。共産党県委員会の細野歩委員長は、今日開いた会見でこのように述べ、衆院選で立候補予定者が競合する奈良1区について、共産党の候補者を取り下げ、立憲民主党の候補者に一本化すると発表しました。出馬辞退を決断した谷川和弘氏は会見で、自民党・公明党の政治を変えるためには政権交代をしなければならないと述べ、力を合わせて頑張っていきたいと決意を表明しました。